乾燥餅の例。向かって左側は保存時の乾燥状態。右側は水で戻した調理後の状態。乾燥餅は日本の保存食の一種で餅をフリーズドライにしたもの。乾燥状態で保存されている餅を水に数分浸すだけで食べられる状態の餅が出来上がる。水戻し餅とも言う。数社から様々な商品が発売されているが、 共通した最大の特徴として、調理の簡単さが挙げられる。加熱調理も不要で、燃料もカップラーメンのように湯を沸かす必要もない。また、フリーズドライを水で戻しているため、喉に詰まりやすいという餅本来の欠点もある。程度軽減されている。きなこ餅、いそべ餅、あんこ餅など、種類も多く、保存食の中では味も良い部類に入るという意見が多い。 調理時に餅を戻す水をためると例を同梱した商品がほとんどであり、調理に要するものは水を除いて、商品内に揃っているために比較的自律性が高く、被災時のライフラインが未復旧でも水さえあれば食べられ、フリーズドライのために軽いといった特徴から備蓄食としても適している。水分を含んで柔らかいため、疲労した被災時でも食欲をそそるという意見もある。 非常食としての用途以外にも、登山時の食料としても愛用されている。アレルギー体質の人が多くなった昨今に向け、一部ではアレルゲンフリーを謳った商品もある。内容量が少ないのが欠点であり、大きめの部類に入る商品でも、乾燥餅6枚で、ようやく市販の切り餅1個弱に相当する程度。2食分と銘打った商品でも、実際に食べてみると、おやつ未満だったという声もある。 伝統食としての感想餅は星餅を参照。ありがとうございます。